斉藤さん、はい、退職されてから練習する時間はいっぱいできましたか？あ、全然できてないですイノシシ取る仕事をしてますんで、山歩きはしてますけど、氷塗る時間は相変わらずです。え、今じゃあまたぎですか？またぎやってます。公務員のまたぎやってます。あ、そう、はい1日だいたいトラックで100キロくらい走り回って、罠の見回りをしてかかってればそこで止め差しをして、であと処理場クリーンセンターに持ってって、で処分するような仕事してます。あ、そうなんだ。そういう仕事もあるんですね、はい。お嬢さんもスケート本格的にやるようになって、なんかいつの間にかマスターズのなんかいつの間にか受付とかなんか役付けになっちゃって娘の私は平民のまんまなんですけどでもいいですね、親子でこうやって大会に来てるのも。今斉藤さんたちだけじゃないですか、ご家族で来られてるのはね。あ、かもしれませんね、はい、あ、よく飽きずに娘もやってると思います親子でいいですねあの今お父さんに聞いたら、はい、お父さん今公務員のまたぎで忙しくて全然練習できてないとかって言ってらっしゃる。私も今全然練習できてなくて、リンクがないんで、ここか郡山か盛岡を毎週転々としてます。で、一般滑走の時間なので、あの皆様がちっちゃい子なり小学生さんが踊滑ってる中、隙間をっていう感じですね。あれ、住んでるのは仙台でしたっけ？仙台です、はい。仙台にはじゃあ普通のリンクは一つもないの？そうですね、あのフィギュアとショートのリンクはありますけど、ロングの大会、あのスピードがないんで、毎週どこかしら行ってますね。はい、結構大変ですね。それでもなんかこう続けてるっていうのはどうしてですか？仲間がいるからですね、やっぱり皆様が。お姉様方がいるんで、やめられないですよね。何が何でも、お姉様たちが頑張ってるので。えみちゃん、お父さんがなんかずっとビデオ回してましたけど、いつも撮ってるの？レースの時は。いや、初めてだと思います。あ、本当ですか？私、あの昨日褒められたんですよ、あのストレートの時の滑走で、それを聞いた父がムキになって多分撮ったんだったのだあの八戸の夏合宿で村山さんとかに教えていただいたことを、ちょっと今回はそれで練習したことをずっとやってたんですけど、それで褒められたんで、私も今それで気分高揚してるんですけど、だって今日村山さん見ながら、はい、あのうまいうまいって。あ、本当ですか？言ってくれてたんだ。そう、うまくなったって言ってて、まさにそこストレートのところすごい乗れてるって言ってましたよ。ストレートだけ今シーズン頑張って、で今カーブのことを教えていただいたんで、あとは来週からカーブまたさよって練習しようかと。で、父がそれで向きになって録画したんだと思いますライバルなの？じゃあラップ47秒02、斉藤1分15秒9。お父さん相変わらずの滑りですね
そう、あもうダメだ、もうダメだ、体力がないみたい。ただいまの結果、川野幸太郎、三和 SSC、2分08秒7分。でもうちでこうスケートの話題とかってあるんですかね、やっぱり。ああ、します、します。へえ、しますね。あの、なんだろう、テレビとかでやってるやつは夕食で見たりします。で、ああだこうだ喋ったりします。へえ。フィギュアもやってたんで、フィギュア全日本選手権とか見てたりもしますね。ああだこうだ言いながら結構喋りますね。はい、で滑り方お互いしないですけど。あ、滑り方について は知らん、お互いも知識がないのでここで教えていただいたことを、伝えるのはしますけど、普段はしないかな。え、じゃあエミさんはフィギュアをやってらしたの最初に。あ、そうです。2歳から2歳から小学校4年生までフィギュアしてました。じゃあ随分長いですね。そうですね、あの荒川静香ちゃんとか、ね、新井真理恵ちゃんの下で踊ってました。仙台仙台です、ね、あのリンクで、はい、私 あの老後の楽しみアイスダンスをしたいです。いいですね。